それでは今日の問題を解いていきましょう。今日の問題は数学オリンピックで出題されたこんな方程式です。読むのもちょっと大変なような方程式で、まあいっぱい掛け算して、まあ分母も分子も四次式みたいな、まあそんな方程式を解いていきます。慣れた方ならね、これ、あ、三次方程式なんだなっていうふうにわかると思いますけれども、まあそういったことも含めてですね、無理やり計算していってもいいんですが、ちょっと落ち着いて工夫しながら解いていきたいと思います。まあ、はじめに基本方針なんですけれども、まあ、この青い線を引いた部分の2つの項をまあ展開して、次にこう緑のところをかけた項を展開してみたいな風にしていこうかなっていう風に思います。そうするとまあ分子の方だったら、まあプラス 7a みたいなのが出てきて、まあ、分母の方はマイナス 7a みたいなのが共通で出てくるみたいなことをまあちょっと利用してあげるといいかなというふうに思って計算していきます。まあ、左辺のまあ順を追って展開していくんですけど、まあ、分母の方を展開していくとこんな風になりますね。a 次乗マイナス 7a プラス10と a 次乗マイナス 7a プラス12ですね。で、分子の方を展開していくと今度は a 二乗プラス 7a プラス10で a 二乗プラス 7a プラス12こんな風になります。まあ、こういう式をね計算していく時の定番のやり方で、まあ a 二乗プラス 7a を x みたいな風に置いてあげる、 a 二乗マイナス 7a を y みたいに置いてあげるというやり方がよくあるわけなんで、そんな風にしようかなと思ってここで実は計算を始めたんですけど、あってちょっとひらめきまして、これちょっとこのやり方やめます。a 二乗プラス 7a プラス10を x と置いて、 a 二乗マイナス 7a プラス10これを y って置いていきます。そしたらちょっとシンプルに式できると思うんですよね。こんな風になります。分母は y×y プラス2、分子は x×x プラス2、ただこれだけの綺麗な式になります。もうなんかほとんどね、めんどくさい計算も減っていきそうです。これがイコール1ですよってことで、分母分子を払って x×x プラス2が y×y プラス2、なんか式の整理も楽そうじゃないですか。そうするとじゃあどうなっていくかなっていう風になったら、私も計算してておおって感じだったんですけど、まあこんな風になりますよね。そしたらこれ綺麗に因数分解していきます。 x 次乗マイナス y 次乗なんで和と差の積に変換して、後ろは2で区切ってあげる。そうすると x マイナス y が共通の因数なので、こんな風に x プラス y プラス2かける x マイナス y イコール0みたいな風にきれいに因数分解できます。ということはこれ2つに場合分けてきて、1つが x マイナス y イコール0の時ですから x イコール y の時ですね。その時 x イコール y の時ってどうなるかっていうと、 a 次乗プラス 7a プラス10が a 次乗マイナス 7a プラス10になるってことなんで、まあ、a2 乗も10もどっちも消えてしまうので 14a イコール0ですから a は0ですよと。まずこれで一つ a が求められました。2つ目、今度は x プラス y がマイナス2の時ですね。
これ a 事乗プラス 7a プラス10、なんかね式ぐちゃぐちゃってしちゃいましたけど、足す a 事乗マイナス 7a プラス10がマイナス2ということで、プラス 7a とマイナス 7a がまあ消し合っていきますが、 2a 事乗プラス20イコールマイナス2となりますね。そうすると 2a2 乗イコールマイナス22ということで、 a の2乗がマイナス11と。まあ a が実数なのか複素数なのかみたいなことちょっとわからないですが、まあこれでいくと a イコールプラスマイナスルート 11i みたいな風なものもまあ答えになりそうだなということがわかります。したがって a イコール0とプラスマイナスルート 11i ということで、まあ3つの答えがある。まあ3次式なので、まあ3つ答えがあって無難な感じなのかなというふうに思います。いかがでしょうか。最初見た瞬間は、すごく複雑な方程式でしたが、まあ答えきれいに求まるんじゃないかと思います。後でちょっと調べたら、この a は実は実数だけで良かったみたいです。まあただまあこんな風に他の解も求めることができるので試してみてください。この動画が気に入ったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。